こんにちは、みゆです。こんにちは、森水菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今年もです。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お願いいたします。まあ、今日何やるかっていうと、前回みゆちゃんが初登場しまして、その時に、まあ、ベストスコアが105って言ってたんで、はい、まあ、今年はまあやっぱりもう100切り企画だろうってことでえ、勝手に始まっちゃってます、はい、もっちゃんにも事前にちょっと動画見てって言ったんですけど、はい、実際どうですか？そうですね、まあ、ちょっと拝見させていただいたところ、ただもうちょっと距離は出てくるかなって、飛距離的な部分、うん、あとはまあ通常練習場は行かれてるんですよね。普通の練習場はなんで、その打つことに関しては問題ないと思うんですけど、あとはそのラウンド、ゴルフ場でよくある傾斜とかバンカーとか、そういう練習、実践的な練習がちょっと必要なのかなと思って、そこでちょっとお伝えできることがあればしたいなと思いました。100切りはいけそうですか？いや、いけると思います。もちろん全力でサポートしますし、ただ、あの、うん、気持ちも気合も必要なんで本人の気合が一番、はい、頑張ります。あの、結構動画の100機企画って、はい、ぶっちゃけリスクあるんですよ。やらせがないから、やっぱ結構ある程度こう練習もしないとなかなかいかなかったりとかっていうのもあるんですけど、はいはいはい、でも、あの動画、まあ、僕実際立ち会って、これいけるだろうと思って、ちょっとあえて、はいはい、って感じなんで、まあ、視聴者の皆さんも、まあ、いつ100切りができるのかっていうのを楽しみにしながら、まあ、あと森ちゃんのレッスンも100切りしたいよって方からしたら結構貴重なレッスンだと思いますので、まあ、ぜひ楽しみに見てもらえればいいなと、はい、今日は森ちゃんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はちょっと飛距離面とかちょっと見ていきたいので、まあ、打席でちょっと打っていただくところが最初で、次に傾斜地ですね。傾斜地の練習、はい、でその次はバンカーですね。バンカーの練習で、最後にパターのちょっと使うとお伝えできればなと思うので、はい、はい、ここの練習場が全部あるからね。全部あるんですよ。しかも今日、あの、レアで天然芝の方で、はい、芝打席の方から本番さながらの練習をできる練習場ということで、フル活用していきましょうと。そうですね、なかなかないですよね。ないですよね。ダフったらモロ出るっていうね。いやいやいや、さっきちょっとなんか体慣らしでやったらもうモロダフりましたね。それもちょっと直していけるように頑張っていきましょう、はい、お願いします、はい、お願いします。じゃあちょっといつも通り、はい、打っていただいて。わかりました、はい、何球かお願いします。はい、これいつも通りじゃないです。いつも通りじゃない、いいです、いいです。これいつも通りじゃないです。全然違います、違います。こんな球で緊張します。こんな目の前で見られてたらね。あれ、ちょっと待ってくださいね。うん、ナイス、ナイスショー。うん、惜しい。 OKOK、 オッケー。そうやってやっぱトップとかダフリとか出やすいですよね。はい、うん、そうですね。距離も出ないし、はい、うん、方向だけいつもなんかこうなんとなくまっすぐかなって感じですけど、縦の距離がちょっと安定しないっていう感じ。しないです。なるほど、なるほど、 OK です。ちょっと手元構えてもらっていいですか？はい、構えます。その状態でその手袋をしてる方の左手だけ離してもらって、でダラーンと垂らしてもらっていいですか？そうで、本来グリップってこのダラーンとした位置で握ってあげるんですけど、今みゆさんの場合多分グリップの方が前出ちゃってますよね。はい、そうすると手元が高いんで手首が伸びちゃうんですよ。だからロックされちゃう形になるんで、はい、ヘッドが走っていかないんですね。そう、力入りすぎちゃうんで、なんでダラーンと垂らした位置に右手でクラブ持ってきてあげて、そう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 、いきますよ、いいですよ、もう一回いつも通り構えて、もともとこんな感じ、うん、そうで、後ろから見てもらうと肩よりも前にグリップが来ちゃってるんですよ。わかりますかね。なんでダラーンと垂らしてもらって、この状態のところにグリップを持ってきてあげる。そう、そっちカッチです。はい、ではダラーンと垂らした位置で握ってあげてるんで、一番力が入ってない位置がここになるんですよ。はい、そう、それよりもずれてるってことはどっかしらもうすでに
打つ前から力が入っちゃってる状態になるんで、一番大切な力を入れなくちゃいけない、インパクトの時に力が入んない状態になりやすいんですよ。そう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 、ダラーンとした位置で握ってあげる。まあ、手元の高さに関してはさっきのヘッドが走るか走んないかに影響してきますよ。左右に関しては手元が中に入っちゃうとロフトが寝ちゃうので、これだけで距離が落ちていっちゃうんですね。そうそうそう、だから7番アイアンを8番アイアンにして打ってるような形になってたっていうことです。そう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 、そうなんですね。だから前後も左右もってなっちゃうと大変だと思うんで、それを1個にまとめてあげるために左手だけ離してダランとした位置で握ってあげれば、前後も左右も正しい位置に持っていけますよと。これだけ改善すれば。そうです、それだけでも距離も伸びてきますよ。へー、何それ。本当ですか。ダローンとしたところで、ここで、うん、そうそうそう、うん、オッケーオッケー、いいっしょ。違和感ありますよね。違和感あります。うん、よしよし、いいですよ。逃げずに頑張りましょう。はい。うん、ナイス、ナイスショー。ナイスボールです。うん。オッケー、いいですよ。さあ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 。オッケー、ナイス、ナイスショー。いいじゃないですか。でもなんかこんなに変な感じ、なんか手元すごい下がってる感じ。そうですね、すごいやっぱ癖が。そうそうそう、オッケーオッケー、そうそうそう、オッケーオッケー、いいっすよ、ナイス。元のスイングだと多分 YouTube 見た時もそうなんですけど、多分トップでいきなりクラブバタンって、はいはい、倒れてなかった、誰かに言われたことあります？あります、ありますし、悩んでました。それ悩んでました。なんかもう手首をもう固定しなきゃみたいな、こう、ここでこうぐらついちゃって、なんかここで最後のふにゃっていうか、なんかこう、こう折れるやつ、そう、折れちゃう、そう、落ちちゃう、そうです、そうです。それもちょっとそれだけで改善できるんですよ。トップでのクラブの動きちょっと見ててもらっていいですか？うん、うん、ナイス、ナイスショー。トップちゃんと止まってる、綺麗な止まってる。本当ですか？そう、へー。だからそれはなぜかって言って左手の手首の角度にあるんですよ、こっち、はい、そうです。今までは肩よりも前に出てるんでピーンって伸びた状態ですね、うんうん、まあその伸びた状態で上がっていくんで方向性は安定しやすいんですけど、うん、フルショットなんかになった時に伸びた状態このままでトップ持っていくのとか変な感じするじゃないですか、うんうん、だからトップで折っちゃうんですよ、自分で。そう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 、その折る度合いが変わってくるとヘッドの通る道が変わっちゃうから、ボールもちょっと当たりにくくなってきちゃう。へー、それで手元下げてあげると手首にちょっと角度 できますよね。できます。前でもちょっとできます、できます。それを維持したまま上げるっていう形はもともとミュウさんの場合できてるんで、最初に作っといてあげるとその角度維持したままできるから、これ以上折る必要がないって体が話してくれるんです。へー、そう、だからトップでクラブが遊ばなくなってくるんで。あ、なるほど。そうそうそう、構えの時点で意識すればって嬉しいですね。簡単ですよね。そうですね、動き修正するよりかは、うん、すごい楽です。もう動いちゃったらもう頭なんかもう浮かんで、だからあんま考えてる余裕ないですもんね。考えれないので、でもこの構えの時に修正できるなんて誰でも意識してできそう。そう、簡単にできるんで、はい。うん、オッケーオッケー、いいっすよ。もうちゃんとだいぶね、綺麗になった。なりました。なった。ありがとうございます。あとね、やっぱね、距離が欲しいですよ。ああ、はい。あとはどんな感じ？気合？気合。そう、ちょっとでも今でも直したばっかだから構えてから打つまでがちょっと長いんで。はいはいはい。構えたら1秒以内にもう指導し始めちゃう。
その間にガチガチしちゃうんですよね。そう、あれしよう、これしよう、確かにしてます。そうですよね、これ踊らせてとか言って、頭の中で考え、確かに。そうですよね、ちょっとゆるゆるで。そうそうそう、ボールにセットしたら、はい、まあ、2秒以内にもう上げ始める。わかりました。やってみます。うん、オッケー、オッケー、いいですよ。やっぱりあれやこれや考えてもよくないんですか？考えてもよくないですよ。あの基本的に1回のスイングで意識できることとしては2つまで。2つ、うん、そう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 、うん、オッケー、オッケー。結構綺麗になってだいぶリズムよく打てるようになってるからあとはちょっと飛距離ってところなんで、ちょっとそれはあの、まあ、後半に続くみたいな感じで、はい、次の動画で、はい、飛距離お願いします、はい、お願いします。みーちゃん、ちょっとおさらい的にどんなの習いました？今、手首はこうつん、ここをもうちょっとこうこの角度で、そうですね、全然違う。本当ですか？全然違う。そんななんだ、なんかまだ見れてないから客観的にそんなに違いますかね。全然違いますよ。あ、じゃあちょっと僕のさっき撮った携帯見せてあげて、はいはい、これが最初、はい、これがこんなかこんなだけですか？ほら、どっちがうまそうになります？いやいや、もう全然後者ですし、後者はなんかちょっと違和感でしかないんですよ、今。あ、なんか実際握ってるとね、もうすごい下でなんか構えてる、なんかどんな格好して構えてるんだろうって思ってたんですけど、こうやって見ると、こんな格好、上半身の力感 ないですよね、こうやって見てもらうと。ないです、ないですし。どっちがいいの？どっちが飛びそう？後者です、もちろん。じゃあ自分が思ってるより全然なんか普通の格好してるんで、えって思いました。へえ、おかしいですね、前。納得してもらった感じで。しました。はい、じゃあ引き続き萌ちゃんお願いします。納得しないと。怖いな。さあ。オッケー、ナイス。